姿勢がが悪いいから腰が痛いってみんな言うけどあと今もう姿勢ブームだよずっとこう胸張って背筋ずーっと踏ん張って腰痛になる人っているんですよ <laughs> <際>そういうことよねだから <laughs> マンギックル腰をきっかけにずーっと腰痛持ちになっちゃう人と1週間後には良くなったっていう人いるんですけど、まあ、そういうのを紐解いていくとまた腰痛になりたくないから動きたくないとかまた腰痛になったらどうしようとか過度に守りすぎてしまってる正しい腰痛改 トレーニング。はい、<ー>これがいわゆるまあクッションの椎間板っていうところなんです。ここがいわゆるこうピチピチと水分が多く含まれてる方がまあ元気なんですけどきちんとした走り方をすれば逆に腰を強くする可能性があるよっていうキャットドッグっていうヨガのポーズだ滑らかに動かそうっていうことでそのインナーマッスルが働くと測りにくいから僕らあんまりやんないんでしょうねでも実は怪我予防になっていたりするってことですよね。はい、そうですね これだから、はい、修造さんぎっくり腰ってさっきありましたけど、休みすぎが良くない。過度な休息は逆効果。<ー>はい。これちょっと解説させてください。でよくですねこうぎっくり腰、はい、で腰痛ってまあ人生の中で。 生涯の中でで、まあ、割ぐらいいいは一度は度腰痛になっったことががあるるていう人がいるんですねあ<ー>で、まあ、例えばぎっくり腰とかもそうですけどそうなった時にですねぎっくり腰をきっかけにずっと腰痛持ちになっちゃう人と、まあ、なったけど1週間後には良くなったっていう人いるんですけど、まあ、そういうのを紐解いていくと一つの報告ではやはりこう慢性的に腰痛になってしまった人はこうぎっくり腰何かこう突発的に腰痛になった後に、うん こう過度に守りすぎててしまっている<ー>それで悪循環に陥っっててしまっているっていう報告が一つあります<ー><ー>つまりこれはやはりこう、まあ、過度に安静にするっていうのは単純にこう体がちょっと弱くなるとか筋肉も弱くなるっていうのはまあ当然そうなんですけどそれ以外にも先ほどのなんか心理的な部分恐怖感とか例えば「また腰痛になりたくないから動きたくない」とか「また腰痛になったらどうしよう」とか。 あと受動的になるじゃないですかあんま動きたくないそういう気持ちも含めてやっぱりこうちょっと負のループに陥りやすくなる<ー>ということが言われてますこれあの四つ目に投薬などでの症状のコントロールってあるんですけど、はい、実際にその痛みが強いという人に対して薬などでアプローチするケースもあるんですか、はいはい、あります例えばぎっくり腰だとやはり痛みが強いので、はい、その時にやっぱり痛みを忘れるっていう意味でまあ薬を飲むっていうのはもう とととてもも効果があるるこでですすし病院おそらく処方されると思いますただそれをじゃあ1年経っても薬を飲み続けてることがいいかって言われるとそれはおそらく違う場合が多いかもしれないのでやはりこれもタイミングというか適切な時に薬を飲むのはいいですけどじゃあずっと1年間ずっと続いてる慢性的な腰の痛みに じゃあ薬が100%効くかっていうと、それはもしかしたら違う方法があるかもしれないですね。痛みを忘れちゃうと、その自分と向き合うのもちょっと弱くなりますよね。痛みが自分を理解するためにすごい重要だったりするじゃないですか。そのシグナルっていうか、それめちゃくちゃ大事なことです。ちょっと今その話広げてもいいですか。あの今また確信をついてもらう。腰痛が行く。俺らすごいよ。やっぱりなんかすごいぞ俺ら。痛みって本来は そのシグナルなんですよつまり体に必要ななことなんですねはい、はい、ですので痛みが出るとあこれやめようとか、まあ、例えば血が出て痛いとあ何かしなきゃってなるじゃないですか,だか本来必要なことなんですねただそのの痛みをそのシグナルが壊れちゃう場合があるんですよそれがさっき話した脳が感じる痛みなんですけどつまり本来危険じゃないけどもうシグナルが鳴ってしまう痛みを感じてしまうっていう状態が 出来上ががってしまう場合が稀にあるんですねそうするとそれがいわゆる慢性痛ってものなんですけどそうすると本来危険じゃないけどもうし、まあ、そのシグナルが壊れてしまってるわけですねすぐなってしまうような状態になってしまうので危険じゃないけどシグナルがなってしまうそうすると危険じゃないけどあこれやっちゃダメなんだっていうふうになるそうするとどんどんと活動範囲が狭くなってきたり、まあ、痛みも感じやすくなるので気持ち的にもネガティブになってくる。 っってていいいうう状状態態がいわゆる慢性痛っていう状態なんだからそう,そうなって、まあ、それがたまたま腰の場合は腰にはもう原因がないかもしれなくて脳の痛みの感じ方の問題かもしれないので<ー>もしそういう腰痛の場合はもしかしたらその腰をどうこうっていうよりもそのなんか痛みの正しいまあ感じ方を元に戻すっていう。 まあ介入というかアプローチの方がいいかもしれないですね,深いで,すねですのでそうなんです腰痛でも本当にそういう腰痛もあればぎっくり腰のような薬が効く腰痛もあるのでやはりこう腰痛イコール何々っていうことはなかなか言えなくて腰痛の中でもこういうタイプこういうタイプこういうタイプって考えるのがいいと社会的な痛みでその腰痛に出るケースもあると思うんですけどそれが何だろうな 仮にですよ、ね、もうじゃ指に出ちゃう人がいるとか、まあ、肘に出るとか。肩もそうですよね。はい、肩こりとか。はい、これもあ、あ、り得る。話当然あります。ですので、慢性痛っていうのは、別に腰だけじゃなくて、まあ、首が。慢性的に痛い人もいますし、まあ、もしかしたら、肘かもしれないし、膝かもしれないし。ああね、まあ、どこに出るかは、結構その人次第、その人の背景によると思います。 痛痛みみって深いですは脳の働きにアプローチするってあんまり聞いたことないんですよ、腰痛で。そうですね場合によってはただそれも全員ではなくてそういうタイプの腰痛の人にはそういうのがで,す、ねうんうん、でも、なんかあれですねちょっと簡単な表現になりますけどだからこそちゃんと寝ましょうとか、はい、まあ適度に動きましょうみたいな話にやっぱりこう行き着くわけですよね。はい な,なんでその痛みのしぐれのあるが、はい、ちょっとこうバグってしまったかって言ったら、はい、きっといろいろこう生活習慣自体が悪かったので、はい、それが要因として考えられるそれ,それを改善しないといけないいいとけですもんねそうなんですそうなんんでですすそそうういう場合の腰痛はおそらくそういうアプローチ方法としては本当に規則正しい生活をしましょうですとかまずはよく寝ましょうとか、まあ、そういうようなこうアプローチが取られることはよくありますありますよね。 はいし,しすぎるなってことですかこれは、はい、そうなんですでこれはですね先ほどのまあ画像ではわからないっていうところと少しつながるんですけれども、はいまあ、よくですねこうまあネガティブな部分ともつながるのですが画像を撮るとですね何かしら見つかるんですよね <laughs> どうですかつまり痛みがある人が病院に行くじゃないですか、はい、そうするとまあ画像を取りますと そうすると何かしらこう正常から逸脱したものが見つかることが多いって言われてます。つまりこの全く綺麗なこう背中でしたり状態っていうのはあまりなくて、例えば先ほどのヘルニアも少し飛び出,出てたりとか骨が少しずれてたりとかっていうのはこう、まあ、腰痛がない人でも。 あるって言われてるんです。それがこのスライドなんですけど、特にこう年を取っていくと、やはりこう自分の体を何十年も、60年、70年、80年も使ってると、やっぱ骨が少しずれたりですとか、ちょっとこう歪んでるっていうのは、うん、まあ別にあることなんですね。ただそれをそれがイコール腰痛の原因ではないっていうことなんです。なのでそ、例えば画像だけを信用しすぎていると、あちょっとこれ正常から逸脱してる。 から腰痛なんだって思ってて思しま,うまあ誤解を生じてるし,しまう可能性があるのでなんかこれも正しい知識として是非覚えてほしいんですけど普通の人でも何かそういう特に最近はもう医学がすごい発達してて MRI とかレントゲンもすごい綺麗なんですよねだから探そうと思えば何か見つかると。はい、ただイコールそれが腰痛の原因かはまた別問題ですよっていうことを あのぜひ伝えたいいなと思いますうわえどうしたら病院行かない方がいい方がただ病院行くのもすごい意味があって、はい、それでやはり先ほどの20%の腰痛画像と明らかにリンクしている腰痛っていうのもあるんですよね。ああそうううかそうかそそでですすよねそうなんですだからそれを見極めるのすごい大事それはやっぱ僕らではなくてドクターお医者さんがやっぱりしっかりやってくれるので<ー>ただ画像が何かちょっと正常か逸脱してたとしても決めつけないで他の部分よりた、うん 価格的に見るっていうとつながるんですけどそれ以外の例えば体の使い方だったりとか、はい、まあ、はい、心理的な部分社会的な部分もいろいろ加味してあ<ー>じゃあ結局今回の自分の腰痛には何が一番影響してそうかっていうのをま判断するのがますごい大事なんです多分、ね、難しいんですけどあまあだからこそやっぱり腰痛ってなかなか治らないというか苦しんでる人多いっていうのもありますねでもあれですねその20%に分類されるのに、はい、そこを 見過ごしてしまうのは危険ですよね。そうなんです。なですので、まあちょっと誤解を生じてほしくないんですけど、病院は必要だと思います。ですよね。はい。あのでなんか病院が必要ないですとかレントゲンが必要ないってことでは全くなくてですね、病院にしっかり行くとで逆にこのレントゲンとかが MRI で明らかに原因がないですよって分かることがもう一つの重要な重要な,、ね、重要なことがで,ですよね。 そうすると今度じゃあそれは除外と言いますか、はい、あそこはちょっと心配しなくていいんでじゃあやっぱもうちょっと動きの部分だったりとかまあ先ほどの気持ちの部分だったりそういうとこを少し考えてみなきゃなっていうふうになると思います。はい、ーあのー、先ほどおっしゃってたその姿勢が必ずしも関係ないっていうおっしゃったじゃないですか。はい、それでずっと気になってるんですけどそのじゃ腰が曲がってるおばあちゃん、はい、おじいちゃん、はい、だからこの 腰が曲がるという表現はどこから生まれたんですか、はい、背,背骨の話おそらくですね、はい、まあこれ今こういうちょっと S 字先ほどおっしゃってくれたようにちょっと S 字がまあ理想なんですね、はい、ただここの S 字、まあ、腰は少しこう前腕と言ってちょっと反ってる状態が普通なんですね、うんはい、ただ腰が曲がるっていうのはこの前腕がなくなって まあ、こういう状態ですね。うそうすると、これを見ると、まあ、あいわゆる、こう、おばあちゃん。おばあちゃん、こうな、ね。そう、そういうような感じですね。ねそれが、まあ、腰が曲がってるっていう状態だと思います。この原因というのは、はい、これもまた複合的な要因なんですか。 そうですね。ただ、これは、まあ、姿勢ですので、まあ、おそらく筋肉が弱くなってきて、この姿勢を耐えられなくて。ちょっとずつ、こう、に行ってしまってるっていう可能性はあります。それ、は背筋の問題なんですか。そうですね。背筋が、あの、弱くなってるっていうのも、原因の一つではありますね。はい。まあ、それは、だから、高齢に伴って、当然、その筋力も低下してくる。はい。で、それが、まあ、筋トレ不足というか。はい。まあ、筋力が、だから、なかなか向上できないまま。はい。 一定期間過ぎていて、こう徐々に徐々に緩ま、はい、って支えられなくなってっていうケースなんですかね。そうですね。だから姿勢が悪くなる原因っていうのは確かにそうなんですけど、でも腰が悪くなる原因ではないんですよ。そうですね。そうなんです。なので姿勢が悪くなる原因とまあ腰が悪くなる原因っていうのはまた別なんですね。うん、なので例えばその まあ腰が曲がってる人とかまあ姿勢が自分では悪いと思ってる人が姿勢を良くしたいですっていう場合はやはりそういうトレーニングだったりとかが必要なんですけどじゃ腰 腰痛を治したいですってなった場合はもしかしたら姿勢にこだわる必要はないかもしれないそうかじゃあ究極この状態のおばあちゃんでもいやめっちゃスクワットできますよみたいな人がいてもおかしくないってことす別にここには異常がないからこれが最適なバランスになっちゃってるんですねおばあちゃんからするとそういうことですそういうことですそういうことですこはもう耐えられないけどたまたまそうなっちゃって慣れてきちゃってるから腰は痛くないんでしょうね痛くないそうですけどねなんかこうして そうなんだけど、別にここは全然ピンピンだよみたいなバランスは取れてるのよ。ここでバランスできているっていう人はいると思います。いるいますよね、多分。ですので、問題ないよね。例えば腰痛イコール姿勢だ、姿勢を良くすればいいってもし考えちゃったら、この姿勢を多分無理やり直そうとするじゃないですか。もう姿勢を良くすれば腰痛な。そうすると逆に腰痛になってしまうかもしれないです。ね、そうだ。あの過度なトレーニングというかそういっそうそう ですので、やはりまあ僕も姿勢あんまり良くないんですよ。でも僕別に腰痛持ってないんで、あのまあ自分でも実感できるんですけど、やっぱり姿勢い が悪いイコール腰痛でもないですし、これ名刺妄信よね。ね姿勢よくしろみたいな絶対言うじゃないですか。<絶対 S 1> か姿勢が悪いから腰が痛いってみんな言うけどう、あと今もう姿勢ブームだよね。姿勢ブ姿勢よくしましょうブームですよね。うん、そう,そう、ね、それだからもう完全な妄信なんだ。よ、はい、だから姿勢をよくしようとして、それをずっと固定してたらそれは腰痛くなるんだから。うん、そうなんです。それすごいいい視点で、やはりこう姿勢をよくしましょう、よくしましょう。出してよくしなきゃ、よくしなきゃって言ってずっとこう胸張って、背筋ずっと踏ん張って で腰痛になる人ってい,いるんです。そういうことよねだから。コンマスで、ね、うで <laughs>、まあ、もちろんその理由がまあ姿勢を良くしたい、良く見せたいっていうのであればあ<ー>いいんですけど。それは別の目的ですよ、ねそ。そうなんです。なので姿勢を良くするっていうのはすごいいいことだと思います。うん、ただ別に腰痛を治すために姿勢を良くする。 っていうのはあんまり結びつかなくて単純にこう綺麗に見せたいですとかはい、はい、そういう理由であれば視野を良くするっていうのはすごい大事なことですが、まあ、腰痛を治したいっていう視点から言うとそれも大事かもしれないけどより多角的に他にももっと大事なことがあるかもしれないっていう視点が大事ですね、はい、あすごいですね。これまた学びだな 難しいんですよね。難しいですよね難しいですよ。だからこそやっぱり常に一位と言いますか上位になってるっていうのはやはりこう人によって原因が違うんで、うん、やっぱりこれ腰痛イコールこれやれば治るっていう法則がないんですよね。ですね。はい。ただまあこう。 今教えていただいたような知識、はい、やっぱり多角的にアプローチしましょうよっていう、はいろいろ自分を知りましょうよっていうところの知識とか、はい、じゃあそのために適度に動きましょう、はい、でポジティブに考えましょうよっていうのはもう理解して。はいはい その上でってことですよね。そうなんです。で、ある程度こう種類はあるんですけど、まあ共通していいよって言われているようなことが、まあある程度ありまして。まあ、それはやはりですね。先ほども言ったように正しい知識を持つっていうことですね。うん、これは必要以上にやっぱ怖がらないっていうことにつながります。例えば、腰痛は基本的にはある程度痛みが取れてきたら、動いた方。 いいんですよねはあ、はあ、でもこ,この常識ももしかしたら間違ってる人がいるかもしれない要するに腰痛になったらなるべく動かない方がいいんだっていう常識になってる安静にするも盲信なんだですよ、ね、あのかもしれないそうするとそれやっぱ間違った常識によって、まあ、腰痛悪化させてしまうかもしれないのでやはりこういう番組で正しい知識をみんなに知ってもらうっていうことがすごいこう役に立つことだと思ってます。すね、いや確かにあの 動かない方がいい。方が自分は腰痛があるんであんまり動かない方がいいですっていうふうに答えますよね多分腰痛1回なっちゃっトラウマ的になった人は。はい、でもちろん動かない場合動かない方がいい場合もあるのでやはりそこは専門家に診てもらって適切ななタイミングなんですよね。うん、腰痛になって1日後ぎっくり腰になって1日後はおそらく動かない方がいいです、うん、まだいいって。ただそれをじゃあ 1>, 1年後も同じアドバイスかっていうとおそらくも真逆になって、うん、1>, 1年後はや逆に動いた方がいいですよっていうふうになるので、うん、やはりこう適切なあの時はこのアドバイスが正しかったけど今はこれっていうことが起こるっていうのは難しいところなんですよねいむしろだから多分使って筋肉を鍛えてあげた方がポジティブな。 反応すすするるっていうこともああわけですねねりま当然やはり筋肉が使えた方が腰痛になりづらいっていうのは、まあ、それ一つの多角的に見る一つの側面としてはあるので、はい、やはりあの鍛えた方がいいそれもただ正しい鍛え方ですね,ですね例えばこう背筋でこうずっといい姿勢をとって背筋がガチガチになってる人にもっと背筋を鍛えてもおそらく背筋はもっと硬くなって痛くなってしまうかもしれないのでうやはりこう人によってっていうのが大事だと思います。 このスライド面白いですね。バッククファクツっていうことで <laughs> 腰痛の事実 <laughs>、はい、これはですね、まあ、あるこう腰痛の有名な研究者の論文から、まあ、引っ張ってきたものなんですけれどもやはりですね海外でもその事実正しい事実を知るっていうのがすごい大事ですよってキャンペーンをやってたりするんですね。ででそのの中でやっっぱりこう腰痛っていうのは、まあ 注意すべきだけど本当にもう永続的に危険な腰痛っていうのはすごい稀ですよ<ー>だほとんどの腰痛はまあ安全ですよというようなこととうん、うん、あとはまあ年を取れば腰痛の原因 とはないので別に90歳でも腰痛にならない人はいるのでまあ年のせいにしないっていうことですとから3番目はまあ要するにこう慢性的な永続的な腰痛っていうのはもはやその組織が損傷してるとかではなくて先ほど言った脳とが違うことが原因かもしれないとかで4番は先ほど言ったように画像所見っていうのがまあ腰痛の原因を見つける。 見つけないこともありますよととですねあとはまあ痛みを伴う動きが全て危険かっていうと、まあ、先ほどの脳が感じる痛みもあるのでイコール危険とは限らないのでやはりそこは専門家に診てもらいながらやる必要があると。 むしろ動いいいた方が、はい、っていう可能性もあるんですよ,ですよ、ね、なので痛みをこうすぐ感じやすくなってる人っていうのは動くことによって先ほどの,その壊れたアラーム機能を正常化させるっていう役割があるのでもし専門家にこれは動いていいですよって言ったら痛みをちょっとあっても動いた方がいいっていう場合もあるんです、うん、んで6番が先ほど言った悪い姿勢から100%来てるわけではないと。<laughs> はい、あとコアが弱いは腰痛の原因にはならないんですか これはですね、はいまあ、いわゆるコアっていうのは,はトレインナーマッスルとか、はい、一時期ブームだったじゃないですか。で一時期ですねそういうなんかコアいわゆるインナーマッスルとか鍛えると腰痛じゃなくなりますよつまり腰痛を治すにはコアトレーニングをした方がいいですよっていうのが流行ったんですね、うんうん、ただそれもまあその場合もあるけど、そうじゃない場合もありますよっていうのまあ同じ話を何回もしちゃうんですけど、やっぱり腰痛イコールうアトレーニングではなくて。 このタイプだと確かにこれは効くかもしれないやっぱ組み合わせなんですよね面白いそうだよな腰を曲げることや負荷をかけることは腰を弱くしないですしね<で>痛み増悪はあなた自身を傷つけてるわけではないいい言葉ですねそうなんですでやっぱポジティブが大事なのね、はい、科学的にもやっぱ言われてることはポジティブがすごい大事なんですよね、はい、で痛みっていうのは基本的には自分を守ってくれる良いものだしそうか。痛みは良いもの友達なんですねそういう考えがすごい大事です わはい、あとね注射手術投薬大抵死湯を意味しないっていうのはそうですね衝撃ですこれよくこう、まあ、もちろん手術とかは否定してるわけではなくて病気だったらやばいですよね20%の,その手術が必要なやつはやった方がいい場合によるんですよただもうじゃ腰が悪くなったら最悪手術すればいいやっていう考えはやはり危険でううもうタイプが違うので。 もちろん手術したら良くなる腰痛っていうのもたくさんあるんですよ。ただ逆に別に手術とは関係ない腰痛もたくさんあるので、まあイコール手術っていうのはやっぱ危険ですよっていう。いこれだから本当繰り返しになりますけど、腰痛イコールはないですね。そうなんです。イコールはもうまるまるにならない基本的には。そうなんです。 ですのでまあ今日本当はかっこよく腰痛イコール何々だって一言で言えればすごいかっこいいんですけど、はい、やっぱり科学的にもまあ自分が勉強してきた中でもないんですよ、ね、ですよねそれが一番信頼たるわ、はいうん、そんなサムネイルにはしません <laughs> 絶対しませんそうなんです,です、ね、じゃあぜひあの最後にこの正しい腰痛改善トレーニングこれはあのみんな やっていて損はないというか、そうですね、やるべきトレーニングと言っても過言じゃないですねそうです。ですので、やはりこう細かく分けていくとやっぱり人によって違うので、もうじゃあ腰痛に絶対効く正しいトレーニングっていうのこれもないんですよ。はい、ただもう少しこう基礎的なと言いますか、ただ原理原則はありまして、それはもう動くってことなんですよね。動く。はい。やっぱり定期的に動かすことで、うん、まあ腰の負担を減らす。 っていうことがあるので、まあ、それを簡単にご紹介したいと思います。はい、今、あのまずここであるのはランニングってあるんですけど、はい、これランニングちょっと意外でした。あ、そうですね。はい、で、これもですね。ま1、あ、つの研究報告として聞いてほしいんですけれども、はい、よくランニングをするとですね。まあ、ちょっとこう負荷がかかるじゃないですか。はい、で、この負荷自体がこの椎間板このクッションの部分に。 いいですよ。っていう報告なんですね。うんうん、ですので、もしかしたらいや。もう腰悪いからランニングしちゃダメって思うかも。思う人がいるかもしれないんですけど、まあ、100%そういうわけではなくてまあ、適度にまきちんとした走り方をすれば、<coughs> 逆に腰を強くする可能性があるよ。っていうま報告です。<ー>これもある意味、こうやっぱポジティブに運動っていうのをポジティブに捉えてほしいので、はい、あのまあ、こういう論文を紹介させていただいたんですけど、ただこれもやはりこう。全員が。まあ やっぱりじゃあランニングしていいかっていうと、まあ、そういうわけではないのでしっかりドクターとかに見てもらってあ動いても大丈夫ですよだけど腰が痛いっていう,そういう安全な腰痛に対しては、はい、ある程度こう積極的に運動した方が、まが、あ、結果的に腰が強くなるかもしれないという報告ですねえこの、はいえっと、運動習慣のない人に比べて日常的にランニングを行う人っていうのは腰椎看板腰椎間板か。こここですよねこの この、このクッション白くなってるとかあるじゃないですか。こ,こ,これが、いわゆる、まあ、クッションの椎間板っていうところなんですね。<ー>で、ここが、いわゆる、こう、ピチピチと水分が多く含まれている方が、まあ、元気なんですけど。クッションとしてね。そうなんです。はい。でそ、まあ、そういう。ふうになってますよっていう方向を発見しまして、じゃ、それは、なんでかってなった時に、やっぱ、ランニングをして、適度に、こう、要するに、走ると。るそう、そう、プレッシャーをかけることで、<ー>もしかしたら、強く。 なってるんじゃないかっていうまあ考察をしてますね。椎間板自体も運動してるわけですからね。そうそうですね。センターが保たれるというかそうなん。そうなんです。ある程度こう負荷をかけた方がいいです。で,いいです、ね、これはやっぱり椎間板だけじゃなくてやっぱ体自体もやっぱ適度に負荷をかけるっていうことがやっぱりいいよっていうことにもつながりますね。ですからそのまあ早歩きとか軽いランニング程度でも十分効果はあると。 そうですね。まあ、本当に、ね、日常的に動きましょうよっていうところには、確かに尽きるわけですけど。そうなんです。そういう気分でも歩くとかね。歩くとかね。それだけでも全然違います、ね。はい、ですよね。あ、で、これがじゃあ、そのランニング、まあ、ジョギング、ウォーキングっていうことですよね。そうですね。はい。あと、アウターマッスル、インナーマッスル、これも気になるんだよな、はい。あ、そうですね。で、これは、まさにトレーニングの、まあ、前提となるお話なんですけど。はい、まず、筋肉って、まあ、いろんな分け方があるんですけど。この分け方は、いわゆる、こう。 まあ外側と内側の筋肉っていう分け方なんですけどアウターマッスルっていうのはいわゆるこうさっきの背中背中が張ってる背筋とか、はい、なんかいわゆるこう表面にある筋肉ですねそううね。はい、そうですこういうのはなんか力を出すための筋肉なんです、ねはい、だからダンベル持ったりとか筋トレしたりっていうのは大体こういうアウターマッスルを鍛えて。 ただ、一方でインナーマッスルっていうのは、力を出すためというよりも、こう安定させるために働く筋肉っていう。感じなんですね。で、特に背骨っていうのは、こう骨がこういっぱいこう並んでるじゃないですか。で、この背骨、骨一つ一つを、こううまく動くっていうのが、すごい大事なんですね。聞いたことある。で、それアウターマッスルだけだと、この一つ一つ並んでるのが。 うまく動かない場合があるんですよ。こうずれちゃったりとか。はい、で、そうしないで滑らかに動かすためには、まあインナーマッスルっていうのが。大事ですと。ですので、そういうのを鍛えるためには、逆に言うと、こジムでこう筋トレをしてても、そういうインナーマッスルは。また別の目的なので。 鍛えることができないかもしれないっていう話ですね。修造さんインナーマッスルトレーニングも取り入れてるんですか。いやそれ今よく分かんなかったですね。アウターマッスルはもちろんやってますけど、はい、インナーマッスルってでも何やればいいんですかね。難しいんですよ。でそれをですね一つ紹介したいと思います。はい、で今このスライドにあるようにこれ、はい、まあすごい有名なキャットアンドドッグっていうものけどヨガのポーズだ。そうですね、猫の猫。 これをこの姿勢を取るっていうことが大事なのではなくてこの姿勢をゆっくりこ繰り返すそうすると滑らかに動かそうとするじゃないですか、はい、そうするとこの滑らかに動かそうっていうことでそのインナーマッスルが働くと言われてますえ何回ぐらいでったあそういうことか滑らかに動かすという訓練をさせるんだそうですねなので筋トレの種類が違うかに僕らあんまり滑らかに動かそうとする訓練ってあんまなくないですかないですよねだからこの 重いものを正しいフォームで上げていくっていうのはありますけどこれでまあある種滑らかだけど同じ動きしかしてないですもんね。そうです大きい筋肉を使うトレーニングもちろんそれはそれで意味があるんですけど腰痛を改善させる腰痛を予防させるっていう視点から考えるとあんまり大きい筋肉って必要なくて、まあ、女性でも小柄な女性でも腰痛になって。 ないい人はたくさんいますし,、うん、し逆にこう筋肉無むき抜く人でも腰痛になっている人はいるので、ね、やっぱり腰痛を改善させる腰痛を予防するという意味ではやはりそういう滑らかに動かすというようなそうか。 側面の方が大事と言われて、ですのでバランストレこのバランスボールに乗るっていうのもある意味筋トレなんですけど、これは別にすごい疲れるってよりもなんか微妙な動きをしているわけじゃないですか。ね、滑らかな動きですよねそう。そうねこれってある意これもある意味筋トレなんです。ただアウターマッスルっていうよりもインナーマッスルを に焦点を置いたまあトレーニングっていう、ね、確かにねインナーマッスルに焦点を置いたときに、うん、測りにくいから僕らあんまりやらないんでしょうねそうなんですよねそうなんです測定できないじゃんそうなんですしにくいっていうかなはいその通りですでも実は怪我予防になっていたりするってことですよね、はい、そうですね面白い<ー>でも確かに水泳って すごい腰痛にとかって聞くのは水泳っててすすごく滑らかな全身運動をしてますよねそう,はてすそういう動かし方を体に染み込ませるとすごく大事なんのかもしれないですねすねまあ水泳もやりすぎたら腰痛になるんでしょうけどでも水中のねジョギングとかいいって言うじゃないですか。はい 体幹トレーニングっていうのもご紹介いただけますか。<ー>はい、でこれもですね、まあ簡単に言うとまあそんな辛くないと思うんですよね。まあ<れ>見たことあります。でこれも安定化させるようにこう止めてるだけなんですよ。で止めてることでまあ動かないようにしてるんで、実はそのインナーマッスルが効くと言われてます。はいえこれもあのシンプルに例えばじゃあまず10回ぐらい交互に片手前のバス、はい。逆の手のバスっていうことでも。 なので例えばこうなるじゃないですか、はい、でこの姿勢からな動かないようにゆっくり右手を上げてくださいみたいなこれで例えば15秒止めるとか、はい、でゆっくり戻すで例えば左手を上げるで今僕はまあ簡単にやってるように見えるじゃないですか、はい、ただインナーマッスルがうまく使えない人とかはこれができなかったりします<ー>こう上げるときにこうやって体がこう傾いちゃったりとかううと、ね、もうなんか大きい筋肉で無理やりこう止めてたりとか。はい すするんですよ、ねはい、なのでこういうのからすごい筋肉むくみの人でもこういうことをやってみると意外に苦手だったりするのでそうするともしかしたらこういうところから鍛えることでまあ腰痛の予防とか改善につながるかもしれないですねこれが体幹トレーニングの意義というか良さですよね。はいそうですね ヨガとかピラティスっていうのは、まあ、そういうのを結構目的にしてるので、はい、滑らかな動きっていうのをおそらく重視してると思うので,うで、ね、なのでピラティスが腰痛に効きますよっていうのは、まあ、そういう理由からだと思いますただそれもやはりじゃあ腰痛イコールピラティスやれば全部治るではなくて、まあ、そういうタイプの腰痛にはピラティスとかヨガ効きますよやらないよりはやった方がいいんでしょうけ <laughs> ねそういう動きをだ取り入れて日常的に取り入れていくっていうのは、はい、予防改善につながりますつながると思うんですよね。 これもあの同様ですね。ちょっとこう難易度が上がるというか強度が上がるような。そうですね。で先ほどの手プラス反対側の足を伸ばして、もっとバランスを、はい、あのー。 難しくしくているという,ような感じですねでこれはですね、まあ、フィードバックを与えるとよりいいので例えば触って今ここが働いてますよとか今ここちょっと曲がってますよとか、まあ、そういう気づきをやっぱり先ほどあの気づかないからやりづらいっておっしゃってたじゃないですかやはり理想はそういう、まあ、トレーナーとか理学療法士とかがあこの姿勢キープしてくださいとか今ちょっと腰反ってますよとか、うん、やっぱフィードバックするっていうのはいいと言われてますね。確かにはい あのトレーニングという意味でもこうすごくよく分かったんですけど、はい、やっぱりあのよく動くっていうのは私印象的だったんですねそうするともはやずっとなんかこう立って喋ってた方がいいんじゃないかなっていうなんかこういうつまり日常的にずっとこうしてた方が健康なんじゃないかな,いな,なんでなんでずっと座ってる方がやっぱりよくないから、はいはい、立ってちょこちょこ動きながら生きてた方がよくないですかあの 腰に関してはそうだと思いますというのも腰痛が多い国っていうのが、まあ、研究とか出てるんですけど大抵先進国なんですよ<ー>でそれはじゃあ何でかっていうとやっぱ座りすぎっていうのが1つ原因なんですねすつまりこうやっぱり同じ姿勢をずっととってるっていうことが、まあ、腰痛のリスクの一つとして言われてるのでまさに常に動いてた方がおそらく腰痛になりづらいです。人類は座りすぎだ それはあると思います。デスクワークでね。ねはい。やりすぎちゃって。そうなんです。だからね、まあまあ、もちろん、そのバランスなんで。はい。ずーっと動けっていうことじゃないけど。はい。そのま、ままさに適度に動く、動き続けるっていうのは。大事だと思いますね。ですよねはい。 もちろんあの今日いろんな要因を教えていただいたんで、はい、多角的にだと思うんですけど先進国っていうことでいうとストレス社会とか、はい、その精神疾患とかが多いのもおそらく当然先進国なわけじゃないですかそ,です、ね、それと腰痛ってなんかすごく関わってるなって今日聞いてと思ったんですよ。つまりまあ、じゃあ座りすぎイコール腰痛かってもやっぱそうじゃなくてやっぱ掛け算なので座りすぎもあるしやっぱストレスもあるしっていうことでやっぱり腰痛の発症が。 発症率が高くななっってるっていいるるうのはままさにあるかなと思います、ね、本当だな面白いいだから腰痛と自分を知るっていうね自分がどういう環境下で今生きてるのかっていう,いそう考えるっていうかね、はい、そうするとおのずとでなんかアプローチとしては結構単純なことが多いんですよね、はい、う動きましょうとかちょっと今みたいな簡単なトレーニングしましょうとかなのでやっぱその組み合わせ自分を知ってそれに最適なことをやるっていうことで、うん まあ腰痛が改善する予防する確率っていうのはグッと上がると思いますそうですよねそ, <はい S 2> そう考えたらほとんどが 改善ででできききるよううな気がしてきましてまたねいやそすんか腰痛がこんだけ悩みの種じゃないですかでも肩こりもみんな悩んでるし似てるかもね似てるかもなって思ってきた、うん、原因は実は深掘ると一緒な可能性もありますよね近い,というかありますね肩こりとかもやはりその側面もあると思うつまり動いてないですとか、はいまあ、もちろんその腰と肩なんで、まあ、細かい部分は違うと思うんですけどあの共通してる部分もあると思うので。うん そういう意味ではあの体を動かしたりとか自分を知るっていうことは他のその側面あの病気とか疾患にも使えるかもしれないですね。すねやだから修造さん、うん、これ痛みとか、うん、なんでしょうねなんかもう本当に体を知るっていうことにそうできますね。だからポジティブにでもない。ポジティブにいなきゃいけないっていう。それは大事、ね。シンプルですけど、うん、まあだから難しいっていうのもあるけどでもそれさえできれば。はい 結構いろんんななこことと解決するっってことも分かったたでめちゃくちゃゃく勉強になりましいや今回もまた我々のこのボディリテラシーが上がっ,上がっちゃいましたねしたこれね <laughs> 完全にスキルセットで学ばせていただきましたでも本当に痛みがあるっていう場合はまず病院に行ってみるっていうのは一つのねここでやっぱり誤解してほしくないのはやっぱり自分でじゃ判断するっていうのはやっぱ難しいのこんだけ複雑なものなのでしっかり専門家に見てもらってそれプラスやっぱり今の知識を生かしてもらうっていうのが理想かなと思います。かりました 三木先生、今日は貴重なお話どうもありがとうございましたありがとうございました